いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。突然ですがチャンネルメンバーシップを始めました。当チャンネルを応援してもいいよと思われる方はメンバーシップへの参加をご検討いただければ幸いです。今後とも当チャンネルをよろしくお願いします。官民問わず何か問題が生じるとそのすべての責任を現場に押し付けるという事案が多すぎてヘドが出そうになる、そんな風習が自衛隊でも起こっているということが実に悲しく思う。毎日新聞の記事から、2021年8月の東京パラリンピック開会日に飛行したブルーインパルスの噴射したカラースモークの染料が一般車に付着した問題をめぐり、航空自衛隊は2022年9月22日、展示飛行部隊指揮官の50代男性一等空佐を減給15分の1、1ヶ月、飛行部隊編隊長の40代男性二等空佐を戒告の懲戒処分とした。空自によると21年8月24日、東京都心の上空でカラースモークを使った機体とは別の予備機3機が発着拠点の入間基地埼玉県に着陸する前、低高度で赤や緑、青のスモークを噴射したとみられる。被害に関する問い合わせがこれまでに約500件。空自に寄せられた染料が付着した車両は基地周辺の約1200台に上るとみられ、一部は損害賠償の手続きを進めている。編隊長は噴射した理由について、基地周辺の住民への感謝の気持ちを表した。タンクの掃除を容易にするためにも使い切りたかったと説明しているという。スモークの使用に関し、部隊内では高度約300メートル以上で使用するとの基準があるのに、これより低い高度で噴射したため、染料の粒子が霧散しなかったとみられる。この使用基準は当日の飛行計画に規定として盛り込まれていなかった。空自は編隊長が使用基準の認識がないまま計画を立案し、指揮官も指摘せず計画を承認した点が注意義務違反に当たるとした。このほか、過去に使用基準の説明を受けていたのに、積極的に情報共有を図らなかったなどとして、乗員を含む7人を注意または口頭注意処分とした。井筒俊二航空幕僚長は22日の定例記者会見で、再発防止策を浸透させ、同種事案を二度と起こさないようにすると述べた。以上が記事の内容。ここからは試験になる。官民問わずに何か問題が生じるとそのすべての責任を現場に押し付けるという事案が多すぎてヘドが出そうになる。そんな風習が自衛隊でも起こっているということが実に悲しく思う。編隊長がスモークの使用の最低高度が300メートルであるということを認識していなかったということは、チームのパイロット全員が知らなかったということだろう。編隊長の基地周辺の住民への感謝の気持ちを表した。タンクの掃除を容易にするためにも使い切りたかったという言葉が全てを物語っていると言っていい。地域住民への感謝の気持ちと地上整備員の作業軽減のために行った行動であり、その行動自体を責めることは誰にもできないであろう。ただ、使用できる最低高度の認識がなかったがゆえに、問題行動を起こしてしまっただけである。普段は無色のスモークを使用しており、その場合は展示飛行を行う場合には、離陸前に滑走路上でもスモークを噴射するのが慣例であるため、まさか300メーター以下で
カラースモークを噴射してはいけないという規則があるとは思わなかったとしても不思議ではない。これは明らかに現場の隊員にカラースモークを使用する際の最低高度を周知させていなかった上層部の責任であると言い切っていいのではないだろうか。このような処分を受けた現場のパイロットの方々が萎縮して今後のパフォーマンスの低下にならないことを祈るばかりである。故吉田茂総理の自衛隊への訓示で、君たちは自衛隊在職中決して国民から感謝されたり歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない、きっと非難とか希望ばかりの一生かもしれない、ご苦労だと思う、しかし自衛隊が国民から歓迎されチヤホヤされる事態とは、国外から攻撃されて国家存亡の時とか災害派遣の時とか国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。言葉を変えれば、君たちが日陰者である時の方が国民や日本は幸せなのだ。どうか耐えてもらいたい。一生ご苦労なことだと思うが、国家のために忍び耐え頑張ってもらいたい。自衛隊の将来は君たちの双肩にかかっている。しっかり頼むよ。現在我が国はかろうじて綱渡りのような平和を維持しているだけかもしれない。地上整備員を含めたブルーインパルスの隊員の方々には、各地の航空祭やイベントでの展示飛行で多くの国民を笑顔にさせてくれていることに感謝します。あなた方の展示飛行は立派な国防に資する行動であります。これからも全国各地で多くの国民に笑顔を与え続けてほしいと願うばかりである。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、現場に責任転嫁する我が国のお家芸、ママレモンとマジックリン使えば落とせるだろう、ここまで騒ぎになるってことは洗っても落ちなかったんだろうな、ブルーインパルスにつけてもらえるなら記念にもなるしいいことじゃん、普通の日本人ならメルカリに出品するはずだが、時間が経つと色が消えるスモークだったらよかったのにね。処分まで時間かかりすぎやろ。なぜ現場の指揮官に責任を負わせるのか。トカゲの尻尾切りみたいな処分だね。第一線の隊員のせいにして官僚は放火無理。コロナ禍で気がめいっている時に元気も出ました。組織は懲戒処分としても国民は分かってますよ。勲章です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。また、グッドや
バットの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。